デューラー、前川聖浪役、ネーデルラント旅行記など読み直してみる。今も昔も絵描きの文章の中に生活が浮かび出てくると面白い。注文によって絵を描いたり、あるいは絵の注文に旅をしたり、葉っぱをかけたり、大金を取り損ねたり、 今をときめく大画家も生活をし食事をし宿に泊まる。絵の寸法やら使われた画材やらあの名作はこうやってできたのかあるいは人間が小さく見える場面もあり銅版画の天才にして油絵の記載作品が今に残っている人は残すべく頑張っているのだなと思う。 デューラー、前川聖老役、ネデルランド旅行記自伝図書館、岩波文庫。アルブレヒド・デューラー14、1471、1528の上に積む。